はい、皆さん、こんにちは。はい、本日もですね、非常に YouTube 活動に関しては忙しいです。ということで,でですね、まあ、いろんなね、新しい話がボン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 本日も出ております。という中でね、 私もこの動画撮影非常に大変です、みたいな感じなんだけど。やっぱりね、YouTuber としてはなんかね、新しい話が入ってくるとね、どうしてもこのね、カメラの前で喋りたくなっちゃうみたいなね、皆さんにもこういったことをお伝えしたいな、ということで、皆さんからも、皆さんどう思うのかな、みたいなね。 えー、いろいろコメントをいつもお待ちしておりますけどそんなような気分になっちゃうんですねなんかね、えー、ある意味その YouTuber 病病気かもしれませんねみたいなことなんですけどもまあちょっと私のことどうでもいいんですけどはい、えー、今回の話題はですねはいまたまた出てきたよブライダルマサコみたいなね <laughs> もう、このブライダルマサコっていうとね、皆さんもね、すぐにピンとくると思うんですけど、決してですね、私が普段話をしているような皇室関係の皇后マサコ様の話じゃありませんからね。全然違いますからね。あの、もともとですね、今現在はね、えー、首相の補佐官であられるですね、森マ子議員の話です。で、この人がね、えー、もうちょっと前にね、炎上しましたよね。こんなようなツイートして炎上したじゃないですか。 はい。でですね、今ちょっとご覧になっていただいている通り、これね、いつだっけな、8月のね、確か12日ですね。8月の12日に、このブライダル補助金というようなことで、えー、この人がね、こんなことで、実際にツイート、今、えーまあ、現在の X でツイートしていたわけですよ、えー。先日、経産省サービス産業課よりレコを受けました、議連の要望が叶い、新設されたブライダル補助金の第1次、第2次公募の、えー 結果について報告を受け夏の概算要求に向けた対応も説明を受けましたこれを受けて秋に議連を開いて議論してまいりたいと思いますということで下にね えー、私が会長を務める自民党少子化対策議連の要望により、新設されたブライダル担当ということでね、何言ってるのかっていうことで大炎上しましたよね。このツイートだけでね、1000万回ぐらい見られております。で、なおかつですね、えー、このツイートがね、大批判を受けて大炎上しちゃったもんですから、この8月12日以降、こ,れ、ね、この森昌子議員に関しては、このね、X に関しては更新をしていないといったようなね、事態が起きてるわけです。 ね、このね、え、ブライダル補助金をね、この儲けることによって結局潤うのはその団体だけだろうっていうようなことで、これに対して何がですね、少子化対策になるんですかっていうことで大炎上しちゃったわけですよね。え皆さんにとおいてもえ、記憶に新しいようなこの大炎上ツイートだったと思いますけども、そういったようなことに加えてですね、今回またやらかしたのかよ、みたいな感じですね。 もう本当にね思いますけど最近のこの岸田政権に関わるね、えー、このね、えー、その自民党の各議員何なんでしょうかねちょっとねここら辺がね大丈夫なんですかみたいな感じですよねこれだけね炎上しちゃってなおかつ自身でもこの X の更新を止めていたにもかかわらずですね今回何あの例のさあの翔太郎じゃないですけどあのねバカ息子じゃありませんけども同じようにですねこの首相官邸に、えー、自らツアーをしたみたいなね なあまちょっとね、全然これ反省してないよね。結局はこの人なんていうのその反省するって言ったようなことができないんでしょうね。といったようなことに、ちょっとね、ちょっとね、大丈夫っていう感じですよね。あれだけね、さっきちょっとお見せしたようなツイートに関して大炎上しちゃったわけですよ。 といったようなことにもかかわらず、なんでこんなことをやるんでしょうね。つい先日もね、あの、岸田翔太郎くんですよ。あの人がさ、首相官邸で大パーティーしちゃったじゃないですか。アイスクリーム食べただとかさ、赤じゅうたんの前で寝そべっただとかで大炎上したじゃないですか。そういったようなことを身近に見ていたにもかかわらず、なおかつ本人もツイートで大炎上したにもかかわらず、またやったのみたいな感じですよね。 よくできるわ、みたいな感じだよね。この人、法務大臣まで勤めて、詰めた人ですよ。何考えてんですかということで、えー、実はですね、文春法です。今回もね、週刊文春をね、出しましたということで。 実はですね、これね、今週出る、えー、紙ベースでは、えー、実際に木曜日出ます。で、いつもね、一日早く出る週刊文春の電子版にですね、えー、実際にそれよりもまた一日早いですね、えー、段階で出しておりました。ということで、文春オンラインなんかでも記事が載ってましたので、まあ、皆さんもご存知かなという気がしますけども、ちょっと詳細に渡してね、えー、このね、文春オンラインでは載ってないようなことも、この週刊文春の電子版では載ってますので、それも併せてお伝えさせてもらいます。ちょっとまたね、えー 画面切り替えますね,、はいえー、でですね今ちょっと、ね、画面を切り替えさせてもらいましたブライダルさ子,、まあ、子またやらかしたということでねちょっと詳細をお話ししますね、あのー、このねで文春が暴露している内容ですけど、えー、森さ子首相補佐官はですね娘一行を首相,首相官邸に招待した見学ツアーをやらかしたっていうような話完全なる官邸の、ね、私物化っていう話。 まさしくね、あの、翔太郎、えー、大炎上と同じような話だよね。まあ、さすがに宴会をやってないみたいですけどね。まあ、えー、実際ですね、この森政子議員のね、ご家族というか、実際ね、えー、旦那さんに関しては、四大法律事務所のパートナーを務める得られるような方だとだかね、だとかですね、その長女、まあ、今回、栄子さんっていうふうになってますけど、この栄子さんはね、えー、弁護士志望の司法修学生なんですって、 まあそういったようなことで娘かわいさじゃありませんけどもこのね小中学生とそのね栄子さん娘のなんか知人を数人招いてね全部で7人ぐらいですけども首相官邸,官邸を訪れたんですって。 当然ですね、その参加者の他のね、英子さん以外に関しては、どこに案内されるのかなっていうことで、英子さんにどこに行くのみたいなことを聞いていたらしいんですけども、実際招かれた先がですね、議事堂じゃなくてね、首相、首相官邸だったってことで、 なおかつですね、えー、このね、森政子さんが出てきたということなのでびっくりしちゃったらしいんですけどね。まあそういったようなことで特別じゃありませんけども、招かれたこの7人、6人というようなことなので、これに関してね、放送関係者がこんなことを言ってるっていう話です。 まあね、首相補佐官の娘、A 子さんに近い人だけを参加できる。まあこういったのことで非常にですね、さっき言ったね、この司法修学生が、まあ、全国で何人いるかわかりませんけども、そういった中で非常に不公平な扱いだよねっていうようなことだとかね。当然この呼ばれなかった人からはですね、のけ者にされたっていうふうに思われても仕方がない。まあ非常に不公平な扱いだよねっていう話ですよね。で、そういったような不満も上がっていますと。 で、えー、特にですねこの娘に近い人だけを招いて歓待したということになると当然ね、ねこの首相補佐官という、ね、立場を利用してもう私的に、ねえー、この、えー、利用したんじゃないかということで、えー、当然、ですね岸田、えー、翔太郎氏と同じような行動だよねということを言われても仕方がない。 といったような今回のブライダル雅子さんの話でしたということでね、えー、先日のこのブライダル補助金に関する大炎上を受けたツイートとともに今回文春でも暴露されたということでいやーこの人ももうね、えー、次の選挙ダメでしょっていうふうに私なんか思いますけどね、えー、まあ法務大臣まで勤めたような人ですよ何言ってんですかということで 本当にね、最近のね、えー、このね、自民党の議員に関しては何やってるんだ、みたいな感じですけどね。ちょっとまた、えー、画面変えますね。はい、えー、でですね、ちょっとね、今ね、またもう一回ね、ページを変えたんですけども、はい、えー、でですね、実際ね、この件に関して、ブライダル・雅子さんですね、実際認めてはいるみたいなんですね。で、こんなこと言ってるって話なんですけども、女性活動に関連する意見,意見交換を執務室において約20分間した。 と言ったようなことで事実は認めるんだけど、なんかこんなこと言ってるらしいんですけども、はい、これに関してですね、声を荒げる人がいましたっていうことで、えー、やっぱりね、放送関係者の人方がこんなこと言ってるっていうことなんですけど、えー、なんかね、意見交換なんてとんでもないということで、司法修,、えー、司法修学生ね、<laughs> 司法修学生に関しては緊張して発言などしていないっていうね、 えー、というようなことで、森さんが一方的にマシンガントークってバッ立てていた、ですって、マシンガントークしてたんですって。要はですね、小中学生に関してはほとんど何にもね、質問もなかったんでしょうね、ということで、まあ、いきなり連れて行かれてですね、目の前にね、国会議員がボンと出てきてですね、それはなかなかね、質問するの勇気がいるよねっていう感じなので、 なんかそれこそさ、えー、その、英子さん以外、娘の英子さん以外は、その連れて行かれた人たちに関してはね、まあ興味本位でついていったんでしょうけど、いきなりですね、首相官邸に招かれて、いきなり国会議員が出てきてですね、そこでなんかマシンガントークされたら、そりゃ何にも言えないよねっていうふうに感じだと思いますけどね。まあそんなようなことだったらしいですよ。で、えー、まあ最後にね、この文春の、文春法の記事の中にも書いてありますけども、首相補佐官としての自覚はいかに、 はい。ありません。みたいなね。そんなことだと思います。はい。えっ、ー、と、いったことで、またちょっとね、えー、画面変えます。はい。えー、そういったようなことでですね、今回も分身法がね、また暴露しましたということで、実際の紙ベースで出るさ、2日前ですよ。2日前にね、えー、まあ、暴露で、まあ、ウェブ上ですけどもね、えー、記事を出していたという話です。いやー。 ひどいねって話ですよ。いや、こういったようなことにもかかわらずね、昨日ぐらいのニュースではなんか知らないけど、岸田首相のね、えー、岸田政権の支持率がちょっと上がっておりましたよね。これ非常に不思議だよね。このことに関しても私動画撮ろうと思ってたんだけど、それより前にこんなようなバーンとね、大きな話が出てきちゃったんで、えー、撮ってるんですけどね。いやーね、岸田政権の支持率上がったって、まあ少しですけどね、上がったってことで、なんでですかね。 今回のブライダル雅子、エエフェル姉さん、そして極めつけの、えー、キャラ問題だとかね。まあそれ以外でもありますよ。秋元さんのね、お馬さん、お馬さん欲しい上司弱いだとかね。もういくらでも出てくるよね。えー、それこそマイナンバー、えーマイナ、マイナ、マイナ保険証問題だとかね。えー、河野さんどうで、どうするんですかとか。もういくらでもベラ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 出てきちゃうんだけど。 ちょっとね、止まらないですね。にもかかわらずなんか、岸田さんの、えー、岸田政権のですね、支持率上がったっていうことで、誰が上げてるんだよみたいなね、感情を受けちゃって、非常に不思議ですけどね。まあそういったような非常にね、逆転現象も出てるといったような、今現在の岸田政権。 いやあ、今月行われと言われているようなね、内閣改造どうなんでしょうね。今遅くても今月中盤ぐらいにはっていう話。話によっては今月初めっていうことだったんですけど、未だになんかちょっとね、出てきてないね。といっうのことで、いきなりボンと出るのか、ちょっとわかりませんけども、まあそういったような状況に関しても注視していきたいなっていう感じです。はい、本日も忙しいねっていう感じですね。はい、今回もありがとうございました。それでは、バイバイ。